い、第一チャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチバスターズやっていきましょう。どんどろ戦だよ。ダイス、ちょっとねレベルだけ上げてきました。若干なんだけど、戦い方が各ボスに合わせてあると思うのでいけるのか謎とりあえず行きます。最悪目覚める、平釜平原に出現したドンドロを封印せよということで、平釜平原に行けるのが嬉しい妖怪ウォッチ2の時に遊びに行ってたとこ。あ、やっぱりぶつかるんだそこのなんかドンドロっていう、そここがね可愛くて好きなんだよね、ドンドロ。ただ強そう。もうあんなに自由に動き回れるのか。町の方まで出てきたら大変なことになる。まずい、なんとしてでもここで食い止めるんだ。平釜平原から出ないようにっていうのと、平釜平原いるね。とりあえずドンドロ行こう。私ほんと古典妖怪ケウケゲンしか友達チャンスになってないと思うんですけどそんなにあれなのかな、髪の毛系に好かれてるのかな。これで5体目なんですけど、ケウケゲンばっかり、なぜいたいた、やっぱでかいね。妖術バリアを張ったでありますってことは妖術は効かなくなるんだよね多分。確認したいな。ゴーゴーゴー、やっぱり効かない。通常のやばい、あ、結構広い。どうしよう、範囲攻撃当たる可能性が高い。タイミング見たら分かるようになるかな。攻撃封じってことは今ジバニャに変えてるからちょっと変え直した方がいいよね。はい、コマさん妖術を使って攻めるんだ。まずひもじい何やってんだ、弱ってる、いや大丈夫かな。え、なんかついてる、それは何、なんか倒れるような気がする。あれ、さっきの呪いだったんだねとりあえずあの救出は大丈夫でしたけど、なんかね、赤鬼の爆弾的なああいう感じだと思うからまた気をつけないといけないかもしれないけど、大丈夫かな、もうちょい。結構変えるね。今度妖術がダメ、いやー遠いよ遠いよ、あれいなくなっちゃった。倒したのか我々も強くなったもんですね。なんだ、どうも怪しいな、怪しいよな。やはりあれ、これ鏡の方に行くのかな。何でした、伝令、北東に向かう。守り鏡は無限地獄への入り口だ。ドンドロは無限地獄に逃げ込んだんだ。ゴーゴーゴー、バスターズ至急守り鏡へ向かえ。強力な妖怪だらけよ。無限地獄から出てきた妖怪、一体ずつ慎重に。よっしゃー、とりあえず倒そう。これでオッケーだよね。ちょっと怖いや、無限地獄行っちゃう。ドンドロを倒してこい、やっぱり行くんだよね。バスターズ初無限地獄、すごい迷路みたいになってる。ちょっとなんかバスターズトレジャーみたいなイメージで見ちゃってるんだけど、近い。ドンドロー、出た、茹で上がりなんか外で戦ってたというよりも時よりも生き生きしてません、うん、そう思ったんだけど元気になってる。やばい、
射撃。これなんだろう、この石3つある。何かに使えそう。まあ妖術だよね。違う、ダメだ。千葉にゃんと冬にゃんの攻撃が効かない。これドンドロに来るときは半々ぐらいの割合で妖術系と攻撃系と連れてきた方がいいね。どっちも持ってるのが一番いいのかな。そうするとコマジロ、よし一応入れてみる。あーでもちょっとしか入らないからチャンスタイムあたり狙わないとダメだね。あれまたついてる、ジバニャンについてる。ここに来るんだよ多分。今私間違えてコマジロを連れてきてるけどジバニャンだ。いや早い、帰らんないじゃんジバニャン。戻ってきて戻ってきて、行くな行くな。 OK 回復。妖術系になってる。コマさん、やばい技が来るぞ。これが守り石、これが守る。はい、え待ってるのかな、こういうこと。おーすごい、今よ決めちゃってすごい、石に張り付いてるわけじゃなくて四方から結界張ってくれるのか。いや今のは覚えました。もうなんかあったら大丈夫だと思う。もうちょい、ここで使っちゃうんだ。だけどね、ふぶきちゃんもうちょっとなんだよ。妖術封じた。今なんかジバニャンのところから遠くに行っちゃってるよね。コマジローが呪いの正気にかかってる。コマジロー逃げるよ。やばい、向こう側で向こう側。はい、どうしよう、回復行きたいけど意外と遠いぞ。頑張れ、ひゅー、後ろからコマジローがかかってる。コマジロー、どっちだ、ここ、はい、え待って、ひもじいもかかってる。違うね、コマさんがかかってたのかやばい、いっぱいいっぱいだ。え次にドンドロと戦うときは絶対倒さないようにやってみたい。まずい、うん、OK、 これ容器だ、容器、はい、もうちょっと、コマさん頑張れ。はぁはぁはぁ、移動してる。でもほんと元に、いやー、いったー、よかった。初ドンドロ戦はいろいろあるんだねっていうことを覚えました。この結界すごいや、やったにゃん、よかった。呪いの正気と結界、あとは封じ系だね。気をつけながら次のドンドロ戦もっと戦う時があれば、うん、避けます。ミッションクリア、ランク8。最悪を封印せよ。結構もらって2586。ドンドロの羽釜、ドンドロが入ってきた、入っていた大きな釜もらってきたのえ、あんなにでかいの持っていけるの？だいぶでかいんだけど。みんなありがとう、おかげで桜町に平和が戻った。
ドンドロ強かったよ。フユニャンはこれからどうするんですか？実は俺も桜餅でバスターズを始めることにしたんだ。え？おお、それは素晴らしい。そこでみんなにお願いがある。俺をここに入れてくれないか？ん？入れてくれないか。しばらくバスターズのことをいろいろと勉強させてほしいんだ。フユニャン、お前の友達出てきたぜ。やばい、なんだ今の、かっこよすぎでしょ、イケメンボイスすぎでしょ。フユニャン、やりましたね。これは頼りになる後輩ができましたね。後輩じゃないぞ、大先輩だ。過去の人だから。すごいぞ。ほらこれを見てみろ、フユニャン。え、妖怪ウォッチバスターズ協会を設立。ドンドロとの戦いの後、フユニャン殿は全ての妖怪たちに呼びかけバスターズ協会を作ったのです。鳥肌立った。フユニャンが作ったの？驚いたな。この時代ではそんなことになっているのか。それじゃもしかして赤猫団と白犬隊も残っているのか？ウィス？赤猫団と白犬隊を作ったのもフユニャンなんですか？すごっ。ああ、今回みんなから教わった大事なことを忘れないようにな。チマニャンからは真っ赤に燃える熱い正義の心を、コマさんからは真っ白な雲のようにおおらかな優しさをな。ちょっと、ちょい待ち、ちょい待ち。何ウィスパー。チマニャンの赤猫団はオッケーとして、白犬隊は納得できないでウィス。なんで？コマさん可愛いじゃん。ズラ？どうしてズラ？なって白くて優しい妖怪といえばこの私でしょうが。つまりここは白犬隊ではなく白ウィス隊とすべきでは。白ウィス隊、すまないウィスパー。白犬隊にした理由は簡単なんだ。白ウィス隊だとかっこよくないからだ。これからもよろしくな。お、次回の妖怪ウォッチバスターズは、キングオブバスターズ。全バスターズチームの一番を決めるものすごい大会でウィッサー。俺っち、ニャーケビーを愛する心なら一番にゃん。私の話聞いてました？第9話バスターズの頂点を目指せ。え、お楽しみに。このあれ、いや、はい、ということで第9話に入りましたが、今の後ろにいたのってさ、あの脱獄彼だよね。ということで次回からは第9話行ってみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた、 See you。